衆院15区補選、酒井夏実氏が当選確実28日投開票の衆院東京15区補欠選挙で、立憲民主党新人の酒井夏実氏、37が当選を確実にした。YouTuber ガードマンが浴槽に牛丼を大量に詰めてドッキリを仕掛ける動画が物議を醸した。大量の牛丼を使用したドッキリに批判が相次いだ。ガードマンは許可を得て浴槽を牛丼で埋め尽くし、チーズ牛丼風呂を完成させた。帰宅した本人は困惑し、激怒した。ドッキリを仕掛けたメンバーは、食べ物を粗末にするなと主張したが、ガードマンは一番嫌なドッキリと語った。牛丼を食べた後の対応は明らかになっていない。8月28日、自民党派閥政治資金パーティー裏金事件後の初の国政選挙として、衆議院東京15区、島根1区、長崎3区の3補欠選挙が行われた。唯一の与野党対決となった島根1区では立憲民主党現職が自民新人に勝利。自民は候補者を擁立しなかった東京15区、長崎3区を含め3補選全敗となった。立憲は東京15区、長崎3区でも候補者を当選させ全勝した。岸田文雄政権下の補選で自民が全敗するのは初。執行部の責任論に発展し、岸田首相交代を求める岸田降ろしの可能性もある。